姉貴が遺産遺産って騒ぐから親父に聞かれちまったんじゃねえかよ。私のせいじゃないわよ。どうしようもないでしょ。たまたま廊下にいて聞かれてたなんて事故でしょ、事故。予算か、二人とも今回は運が悪かったと思って諦めるんや。男の機嫌なんてほっとけばコロッと治るもんやで。気分を害したお父さんがおかしな遺書を残さないでくれるといいわね。こら、マリアもはしゃがないの。エンジェちゃんが転んだらどうするの。お待たせしました。船の準備が整いました。ほな行くで。今はぐちぐち言っても始まらんで。またのご来島を心よりお待ち申し上げております。船は出ましたか。はい、たった今出港なされました。そうでしたか。見送りご苦労でした。主人はどうしてますか。先ほどお部屋にお戻りになりました。お休みになられるとのことです。どうでしたか。彼らはお父様のことを不審がってはおりませんでしたか。いいえ、親方様に遺産分配の話を立ち聞きされたと。エヴァ様などはそれは大騒ぎでしたとも。ねえ、あの慌てっぷり、傑作でしたね。はい、大層取り乱しておいででした。しかし熊沢もなかなかの演技力ですね。あの廊下での慌てっぷりは本当にそこにお父様がいらっしゃったかのようでしたよ。熊沢さんはそういうのが大変お上手ですから。あら、やだやだ、褒めすぎですよ。熊沢の病欠の電話は簡単に信じないよう、よく現地に行っておかなくてはなりませんね。それは手厳しゅうございますよ、奥様。本当にご苦労でした。お前たちと源氏とシャノンには約束通り過去1ヶ月分の休暇の買い上げと新たに5日の有給を与えます。秘密の手当ですよ。取得に際しては源氏と相談し、他の使用人たちに気取られないように。ええ、心得ておりますとも。ねえ、熊沢さん声が大きいです。おお、いけないいけない。そうですね、この話はこれまでとします。各自通常のお勤めに戻るように。そうそう、合田に特別にお茶の用意をさせました。いただくように。これがパティスですか。私はてっきり焼き菓子のようなものだとばかり。知らんのか？リンブラといえばこれだぞ。紅茶ならクッキー、ああチョコでもよいな。日本茶なら羊羹だが塩昆布でもよい。中国茶なら小籠包、わらわは月餅も好きだ。驚きました。随分と文化に詳しいのですね。まあ伊達に1000年は生きておらぬ。世界の名茶は一通り試した。お茶の世界旅行といったところか。確かにそれは立派な世界旅行ですね。このような紅茶の楽しみ方もあると今日初めて知りましたので、これは貴重な体験です。わらわは六軒島より出られぬ身、これくらいしか旅をすることはできぬでな。そなたはどうか、富豪の妻らしく世界を優雅に旅してきたのであろうが。ジェシカが生まれる前は主人はいろいろな国に私を連れて行ってくれました。嫁ぐまでは一度も海外旅行をしたことがなかったので、どれも新鮮な体験でしたよ。そなたも窮屈な家に生まれたらしいな。厳格でしたが素晴らしい教育を施してくれましたよ。それを窮屈と呼んではお父様とお母様に失礼です。雄弁に窮屈であると語っておるわ。主人はお父様と違ってアジアの国が好きで、香港、台湾、韓国にタイ、マレーシアも行きましたっけ。クラウスめ、金蔵の西洋かぶれに反抗したつもりか。しかしアジアも良いぞ。日本人は丸ごと西洋かぶれだからな。外国といえば西洋しか想像せん。私も西洋の知識はそこそこにありましたが、東洋の知識はあまりなかったもので、旅先でいろいろと主人にからかわれましたっけ。いいか？これは瓶ドウという、ここでは庶民的な嗜好品だ。なるほど。これをかじればよいのですか。まあ待て、瓶ドウには食べ方がある。確かにかじるのは正しい。かじる、もぐもぐとかむ。しかし食べてはならない。え？かじって噛むのに食べてはならないのですか？うん、かじって噛む、食べてはならん。そして汁も飲んではもらおう。胃を痛めるからな。わかりません。どうしてそんなものを食べなければならないのです？ガムのようなものと思え。噛んで味を楽しむ。噛んだくずと汁はこうして紙コップに吐き出す。あなた、お口の中が真っ赤ですよ。拭いて。嫌です。結構です。こういうのは異文化体験だぞ。ここでしかできない体験をしなければ旅行の意味がない。こいつは親父殿も好きでね。昔は取り寄せたのか、屋敷のテラスでももぐもぐやっていたものだ。夏日が来てからはやめたようだがね。ほら、君が私よりも尊敬する親父殿も愛用していたんだぞ。あらあら、遠慮なく試したまえ。いやいや、やめてやめて、あなた。で、夫の肩に身を委ねて手なんか握っちゃったりしたわけか。なんだ、そなたら夫婦結構純愛ではないか。燃え上がっちゃったであろう、その晩とか。もっとも、それも新婚の頃の話です。今は六軒島を出ることもできぬ身、籠の鳥ですよ。それを言うならわらわも同じよ。死ねども死ねども、六軒島よりは逃げられぬ。籠の鳥は、わらわも同じだ。あなたのことは知りませんし、詮索もしません。しかし、軽んじれぬ境遇であったことは察します。老名主を気取るつもりもないわ。同じ籠の鳥同士、せいぜい仲良くしようぞ。わらわはそなたを気に入ったぞ。そうですか、ありがとう。この度の親族会議における使用人たちへの指示や采配は見事であった。金蔵が何時にどこにいて何をして何を残したか、それらを見事に共有させ矛盾なく組み上げた。それらの緻密な計画書は高度な魔法人のそれと同じ美しさがあったぞ。万一にも知られるわけにはいかぬ秘密ですので、念入りに策を練りましたから。その緻密さと意志が絶対の成功を呼ぶ。どうやらそなたは魔女としてはラムダデルタ教の一派らしいな。それを魔法と自覚したならば、いつでも魔女見習いを名乗れるレベルだ。それを魔法と呼ぶなら、熊沢あたりは差し詰め仮病の魔女ですね。忙しい日に限ってって腰痛で休むと連絡があります。毎年親族会議の日にはいつもです。ああ、熊沢は違う違う。もっともっと好意の魔女であるぞ。正体知ったら驚くぞ。ロノレが気を利かせて同じディンブラとかいう紅茶を入れてくれたぜ。バラの匂いが素敵な紅茶だよな。口に合うか？どうしちまったんだ。お前は。これも、また作戦なんだろ？落ち込んでるふりをして、後でバーッと驚かそうって作戦なんだろ？それが狙いなら、もう二度と同じ手には乗らねえから、いい加減にしろ。お前がそんなざまじゃ、こっちも調子が狂うんだよ。なあ、そろそろ引っかかったなバカって、バカ笑いしてくれよ。どんなネタも、あまり引っ張りすぎると笑えなくなるぞ。二番煎じなら特にな。笑ってくれ。あそこで、夏日おばさんとお茶を飲みながらケラケラと笑ってるみたいに。せめてニヤッと笑うくらいはできねえのかよ。二度とないわ。その子が笑うことはもう二度と。どうして二度となんて言える？ベアトの笑う権利を勝手に奪うな。あら、赤で言った方がいい？おめでとう。